みんなライブ会場でやんないかな。チーク調子ろ。アベリーどうもアベリーでーす。ということで今回はですねやっていきたいのが世界最速でビンゴミュージックで一番使われてるビート習得するということで、なんか企画いいでしょ。うん、でビンゴミュージックはさ大抵の曲で使われてるダンスビートというね4つ打ちというビートがあって、うん、ダンスビートができればもうビンゴミュージックの曲がより今までよりも深くこう乗れる感じあると思うよ。ということで、で前ちょっと大好きにドラムを生地を教えてしまったからあれなんだけど、これは大丈夫、ワイの奥さんにも試して、もう本当にやったことない人に試して、もう世界最速でマスターできたから、もうマスターしてるんじゃん、奥さんマスターしてる。でドラムはさ別にいらなくて、はい、正直もう座ってるこれでいいんだよね。今から右手をこうやったらチッチッって言うと思って、うん、これはチなのよ。あの、うん、あれだ、アップーみたいなもん。ああ、ワンピースの。ちょっと待って、最近多いんだよな。スクラッチ面アップーのように、うん、右手を叩けばチってなります、うんで。左手を叩けばタンってなります、うんで。右足を踏み鳴らせばドって言うから。うん、もうこれで、とりあえずもういいのよ。うん、ということで、うん、本当にめっちゃ簡単。あのさ、8ビートみたいな、ちょっとドラムの基礎を教えてるじゃん、前。あれとかもう本当にいらなくて。あのもう1,2,3,4っていうこの流れがあるとするじゃん。1,2,3,4があったら丸1はチです。あ、間違った、早速丸1はド、ドです。ドです。ド2が右手チだけ、いや違う、で丸3がタンで丸4がチだから、これ言ってることめっちゃ単純じゃん、うん、1はド、2が右手、3が左手、4がもう一回右手、ただこれだけ。え、違うわ。あ、違う。これをもう速度変えるだけでもう本当に6割かな、6割ぐらいもう完成してんだよ。おお、来た来た、もうできてる。はい、もうこれで6割できました。どっち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 、ここでちょっとあの気合いがいるんだけど、うん、難易度グッと上がる。そう、ちょっと上がる、うんうん、このどっちタッチのこの3、うん、3のターンの時あるじゃん、うん、この時に右足をもう一回入れたい。なるほど、どっちタッチになんだよな。なるほどなるほど、ここを乗り越えればもう完成だよ。だからさ、なんか最初にもうそれ言っちゃうよりもまずこのどっちタッチをもう呼吸するように、あー慣れちゃってね、うん、これが呼吸するようにできれば、なこれでももういいんだわ。これでももうアップルミュージックはもう制覇してんのよ。リンゴミュージックな。あ、間違った。もう大抵の曲、例えばライスボールさんとかもいい、うん、あ、もう愛のグレーゾーンとかも。あ、そうなの？愛のサビとか。うん、愛のグレーゾーン。え、めっちゃ聞こえいいやんこれ。いい企画だ。ここでダダンみたいなの入るけど、それを除いたらもうビートはこれなわけよ。なるほど。まあこれあの完成度5割だけどね、これは。これが足が倍になれば、100点。これで80点。80点までくんだ。100点は両足が。ああ、そっかそっか。うん、あのシャカンってなる。そうなの。ちょっとそこはねドラムの機構があるんだけど、だからドラムセットなんてね、ドラムやるのにいらないわけ。ちょっと早くできる。いいテンポってよくないかな。お、来た来た来た、めっちゃ心地いい。いけるよこれは、ね、心地いい。今もうみんなできてるから。できた、うん、どっちどっちね、うん、そしたらここでちょっと気合がいるけど、左手と一緒に右足が来るというね。どっちどっち。でもなんかこれね難しく考えがちだけど、うん、あのもう足はどんどんどんとやってるだけっていうことなんだよね。お、あー、押す、この感じだな。そうそう、それでもいいんだ。あの左手抜いてて、ああこれだったらもうすごい単純なことしてんのよ。ああこれだけなのよ。これの次ってことでしょ。そうそうそう、これでここでもうドリブルしときゃいいんだよ。うん、あ、そうだね、膝のもドリブルしてんのよ、うん、これこの感じだ。筋肉使ってる。
これこんな太い足でもね、あの脱力したらもう余裕になるから。だねだね。ああ。ここはちょっと難関なんだけど。でも無理って感じないでしょ。あ、全然楽勝だよ。見てる限り。この左手いつ入れてやろうかって準備だけはまあずっとできる。じゃあさ、口で言うの？こうやってでタンタンっていうこの入るタイミング自体は体は知ってる。タンタン。お、来てる。タン来てる。沈まれ。タンは。今できなくても、もう明日で生きてる。ちょっと曲がパッと出てこない。愛のグレーゾーンのテンポでいくから、ちょっと歌って。マジで？ちゃんちゃんちゃん、愛のグレーゾーンでチーン。あい！あ、あれ？歌ってたよ。じゃん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 。これ簡単。これ大事だね、もう。大事大事。これを慣れるっていうね。ベースドラムだから。バスドラムだから。愛のでチャンでチャン。いいいい。みんなライブ会場でやんないかな。座って愛のグレーゾーンの時だけど。でもこれ本当にその愛のグレーゾーンで流れてる音と同じ音を奏でれる。もう別にこれが本当にスティック持って、うん、そうそうそう、バス全部があればドラムセット座ってればもう同じ音になるから。すごい。気持ちよくないそれ。いい企画だ。でしょ。うん。ちょっと大好き極めたら最後あれしよう。うん。ちょっとゆっくりのがあれば本当はいいよね。もう若干ゆっくりの。フォース。おーおー、いいじゃん。フォースもそうよ。うん。でてねてーてねてー。おーすごい。ゆっくりだ。でねでねてねてねてね。そうだよー。うわー。めっちゃバットを座るなら。うっせえ。死んでほしい。強い今の。マジで。待ちだったけど思ったより早かったわ。ね、色を意識しだしたらもうまた正解が変わってる。うん、なんだ。お、馴染んだ。なんか見つけたわ。あるよな、それがな。そうそう、来ただよな。来た。来た。わかった、急に。なんかさ、その時の感覚知りたいわ、スケボーと一緒でさ。そうさ、もう右足はずっとこうやってて、うんうん、本当にこいつがター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 タ、うん、そう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 、ちょ、簡単じゃん。このタータータが馴染んだから。マックだ、ポテトだ。あ、バーバーバー、それはちょっと待って。ポテト、ポテトってタララッタララ。そう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 、それが馴染めばもう勝ちなのよ。はい、これでライブの時に一人違うノリ方する男が生まれましたね。え、ちょっともう一回。あ、やる？歌っていくぞ。うん。バンバンバンジェッカーフォーフットペー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 ペマジ馴染んでるじゃん。すごい。完璧ですね。楽しい。これ楽しいわ。よかった。これ楽しいぞ。音なくてもいいでしょ。いいいい。だからもう鳴るし。うんうん。だんだんだ。え？よかった。めっちゃ馴染んだな。ドラマ生んだわこれで。やめねえ。やめねえマジで。次に行く。チェック上々だった。アンビーグだった。ありがとうございました。よっしゃー。やったー。あ、回転中なの忘れてた。大丈夫、ちゃんとテロップで回転中客なしって書いてた。チャンネル登録よろしくお願いします。ちゃんとできるようになれば1,2,3 このイラストの感じ出すの。うん、もうこのフィーリングになっていくんだよ。見たことあるその人。